キャラフレライブ生放送第45回ネオイエイイエイイエイ。ちょっとあの45回イエイイエイ、あれ45回、あれ、でも誰が何と言おうと45回、諸事情に関しては私電車で説明します。イエイイエイ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。情報弱者ポンコツゆずかです。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。はい、 OG の辻倉弥生です。よろしくお願いします。イエイイエイ。見切り店長時田久保です。お願いします。イエイイエイ。もまだ電車、はい、大丈夫か。電車はですね35分プラス1分ぐらいできます。了解です。じゃあその間にね、はい、ちょっと私が何をしてしまったかっていうのをちょっと謝罪させていただきたいと思います。あの先ほど本当はこの前の30分間の間に45回っていうことでね、いろいろね放送させていただいたんですけれども、私の不手際で録画が消えてしまって、あ、始まっております。そうなんですよね、あの45回もあれ、ライブのままの画面が暗い、どうしよう。そうなんですよ、消えてしまいの。いや、ちょっともう、なんで謝罪をしてしまえばいいのか。あの、いや、もう忘れましょう。忘れます。あれはもう、幻の回ですよ。わかりました。じゃあ、あのその時に見てた人しか見れなかったという幻の回なんです。ありがとうございます。そんなこともありますよ。はい。じゃあ、 あの詳しい、なんか詳しいというか、あのその時のおさらいは電車乗った5分間で、ね、ちょっと説明させていただきますね。はい、よろしいかと思います。はい、あ、はい、なんか先ほど画面が暗いっていう風なお声があったんですけど、今は大丈夫ですかね。どうだろう、ね、かな、人にどうかな。そうそう、何もない何もない。うん、あ、優しい。皆さん、なんかあったっけ。ありがとうございます。もうすぐ電車が来るので電車に乗りますが大丈夫ですかね。電車乗り、どこに乗りますか。とりあえず、なんだっけ、これ1号車とかでよかったかな。あ、そうですね。あ、そうだそうだ。おい、画面、はい、OK です。電車もうすぐですかね。うん、今ね、放送が流れてたよ。放送が流れてたと言いますと、うん、そこに流れてたよ。あ、本当だ、来た来た来た、乗ってください。じゃあとりあえず1号車行きます。1号車、はーい、1号車、1号車これですね。あ、制限時間、はい、各駅電車なので、はい、立ちです。了解です。はい、座れません。はい、立ち話です。了解です。では、でこれ今から、はい、何かっていうと、これは天照山っていう山があるんですけど、そこに行きます。おお、はい、で、春の間、これは26日までハイキングのイベントをやっていて、はい、うんうん、まあ、タケノコとか山菜とか自然薯とかみたいなものを取って家庭化して調理しましょう的なイベントです。おお、はい、それに行くために今電車に乗っております。おい、で今日は放送なので電車に乗りましたが、はい、サイドバナーからあのペッペってやると一気に飛べます。はい、はい、なんで時間がない方はそちらをご利用ください。そうですね、じゃあ早速、はい、おさらいをさせていただきますね。おさらいを、幻の回のおさらいをちょっと湯塚さんが読み上げます。はい、そうですよ。なかなかない体験ですね。そうですね、本当にあのここ一番でなんか肝が冷えました、本当に。なんかまさか動画を削除するやつがいるなんて。すみません、辻倉さんもびっくりみたい。そうなんです。おい、何すんだよ。もう見切れ店長が涙声で本当に申し訳ないんですよ。じゃあ行きますね。まずあの最初にフォーチュンフラワーっていうね、ログインボーナスでもらえるチケットを使って、腹じゃない、鼻占いですね。お花です、お花、お花をね。びっくりした、俺に腹乗せる。いや、違います。そんな、いっぱい喋っちゃう。そうなんですよね。あの、ラッキー、アンラッキーってなんかそういうのやっていって、もしラッキーだったら何かアイテムがもらえるっていう占いだったんですよね。
ですです。そうなんです。で、あの花が黄色、白、ピンクありまして、3回できるのって。そうなんです。3回できるんですよ。チケット1枚で3回。そう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 。はい、その花の色によってまたアイテムが違ってくるんでしたっけ。もうなくなったらどうする？なくなったらゲームセンター。イエス。ね。はい。そうなんです。買いに行ってください。そうなんですよ。これは何？チケットの枚数で買えます。チケットの枚数で買えます。ふんふん。お、何枚？200枚ぐらい。多分200チケットだと思うよ。ほうほう。了解です。で、その景品が私いただいたのは、マーガレットの髪飾り、黄色いのがここに2つついてるのがね、あ、2ついる、あ、それそれです、ありがとうございます。この子をね、いただきまして、はい、あとそれでですね、次が桜並木で限定ゲームチャットができるっていう話でしたよね。はい、これがお友達からできるんでしたっけ。お友達以上からできます。了解です。それがまた異性と話すのと同性で話すのとはまた違うんですよね。そうなんですよ。私はあの先ほどね、あの同性の方と、やっぱり団子は美味しいよねって、黄色があります、ありがとうございます。そんな感じの話をさせていただいて、で最後に候補生のバッジの話で盛り上がったんですよね。はい、であの今25日の最終選考に向けてアイドルの応募をしているというお話で、いろんな方々が今すっごい奮闘中で、あのペンギンもつけてますからね。すごい思いましたそれ。ペンギンさんもアイドル、はい、いいですね。なんかまた新しいですよね。え、この人、はい。そうなんですよ。今回の候補生に人間ではないものもいますね。ないもの。候補生になるのにはどうすればいい？今日中に候補生になりたいですって言えばいいです。あ、そうですね。この、ま、ちゃんとしたことを言うと、そういう、ま、サークル、うん、学校で言えば部活が立ち上がってるので、うん、ここ仮入部ってボタンを押せば、もう誰でもやる気があれば。なるほど、なるほど。そうすると教授からこのバッジを手渡されます。はい、そうなんですよね。ペンギンとカッパが今回いるそうでございます、うん、おー、なんとまた新しいユニットができそうですね。あ、そうそうしてる。そうそうしてる。まもなく当列車は天正座に到着いたします。ただの、いやいや、候補生のペンギンさんじゃないですか。皆さんね、忘れ物には注意してくださいね、本当に。取り返しのつかないことになってしまう前に。あー、悲しくなってきた。いろいろありますよ。はい。そんなこともあります。着いた着いた。着いた着いた、イエイイエイ。はい、ここが天正山。ウェイ。あ、緑が綺麗。天正山着きました。はい。はい。ここから、一周。一周。回ることができます。はい。で、西回り、東回りって書いてあります。どっちから行っても、まあ、だいたい頂上まで一緒くらい。です。あ、そうなんですね。はい、体力気をつけてください。あ、そうですよね。途中でぶっ倒れます。気をつけなきゃ。学園内より、うん、まあ、ハイキングコースなので、うん、体力の減りが早いです。あ、はい、ちょっと体力の確認していいですか？どうぞどうぞ。ちょっと下にスクロールされますね。ドク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 、よくぶっ倒れちゃうんですよ。あ、どないですか？今とりあえず、まあ、これブドウ？ブドウです。でもまあまあ、まあ、途中で見つつ。そうですね。失礼します。ありまーす。でででで、皆さんも体力は大丈夫ですか？じゃあ、まず、その、薬草じゃなかった。うん、草やら何やらを取りに出かけますか？はい。そう、取りに行けるんですね。回復アイテムの販売がある、うん、そうなんですよ。ここから上に進むと無人販売所っていうのがあります。はい、うんうん、で上に行くと一応商品売ってます。あとカメラとかも売ってると思います、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ後で皆さんで記念撮影したいんですけれども、顔出し NG だよって人いたら事前によろしくお願いします。よし、じゃあどっち回りで行きますか？どっちでもどうぞ。じゃあ大体一緒です。あ、そうなんですね。じゃあ西で行きましょう。ウィー、西回り行きまーす。あの目線メガネ作ってよ、アイテムで。あ、そうですよね。顔出し NG の方に。サングラスみたいなもんじゃない。目線やろうよ、目線。どういうのカフェでも目線女子とかいるから。そうですよね。あれ、西回り、あ、そうだ、こっちだ、こっちだ。はい。あ、
すごくなんか歩いたらサクサク言いそう。はい、行きます。はいはい、でもポポポポ行っちゃってもいいんですけど、せっかくなのでここは、タケノコなりなんなりを取っていきましょう。タケノコ、はい、食べれます？調理すれば。おお、調理。お、辻蔵さんがキッチンに走って。キッチンに走んないよ。あ、キッチンじゃなかった。これ。お、このなんか、はい、これですね、はい。押しちゃっていいんですか？探索するって言いますね。この探索するっていうのが出てると何かが拾えます、はい、そうなんですね。じゃあ早速探索しちゃいますよ。ドクシドク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 。はい、見つかりませんでした。だからもう一回、もう一回。じゃあこれはタケノコ見つかるまで探索できるやつなんですか？そうですね、多分タケノコじゃないかもしれない。あ、おや、何か生えてる。ワンチャン探りますよ。これはなんだ？ヨモギ？やったー！ちょっと待って、アイテムのところで見ればいいんですかね。ヨモギだー！あ、これもお料理したら美味しいやつですよね、きっと。で、これはそのまま食べられません。へぇー。アイテムって やるじゃないですか。あー、なるほど、はい。で、使うってあるじゃないですか。はいはい。使うと、はい、この説明が出ます。あ、ほんとだ、ヨモギ。おお、本当だ。食用とする若い芽は3月から5月頃。おお、また読みづらい。歯の表面に白く、ああ、まあヨモギの特徴がつらつらと書かれていらっしゃり。ほうほう。あ、薬草、これこそ薬草なんですね。煎じて飲む、傷口にすり込むなどいろいろ。あ、ヨモギ虫なんてブームになってたんですか？へえ、知らなかった。ハーブの女王。あ、おひたしさん天ぷらはね、私も知ってますよ。ほう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 。って感じで、あ、賢くなっちゃいましたっていうことになりますので、これで食べたわけじゃないんです。あ、そうなんですね、はい、そこだけ要注意でございます。はいはい、了解です。っていうのを繰り返して、はい、一周するんですよ。了解です。じゃあ上に進んじゃいますよ。いろいろ生えてます。よし、じゃあここでも探索しちゃいますよ。じゃあこれ、ひたすら今日は探索してっていいんですか？大丈夫です。はい、まあ、片道だけやっていきますか。はいはい、とりあえず頂上まで探る。あ、なんだっけこれ、あの、なんか、あ、なんだっけ、名前が出てこない。あ、こごみ。これも天ぷらにしたら美味しいやつですよね。あ、じゃあ今日は天ぷらですね。今日の夜ご飯決まりましたよ。そっかそっか、すいません。じゃあちょっとサク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 探索しまくって、ちょっと何としても今日タケノコを見つかるまで帰れない。おや、何かが生えている。いやー、もう探るでしょう。あ、また天ぷらのやつが出てきたぞ。また天ぷらのやつ。いや、もうなかなか覚えられない。あ、わらびわらび、天ぷらですね。よし、天ぷらですね。よし、じゃあ次も、今までもこういうイベントが結構あって、はいはい、大体もこう探索、このアイコンを覚えておいてもらえるととても良いです。いいですね。探索ボタンって言われたらそれです。はい、了解です。はい、いやー、タケノコ、そろそろタケノコ欲しいな。は、今情報が入ってきました。何ですと？タケノコは竹林でないと取れない、はい、なんと、ここ竹林じゃないですよ。竹一個もない。じゃあ、まあそのうち出てきます、竹林が。はーい、わかんないけど誰かの名前みたいな、竹林。かわいいじゃん、見つからない。竹林のことか。それまた違うやつですよ。あ、ここはなかなか、もしかして生えてないとこですかね。なんか5回ぐらい連続で、あ、来た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 。あ、またまた、なんとかってやつ、なんとかってやつですね、天ぷら。じゃあ上に行きますよ。皆さんも今楽しく散策中ですかね。みんな頂上にいます。早くないですか？私だけすごいなんかのんびり。あ、なるほど。天ぷらの材料をかき集めて、ね、結構広いんですよこの山。そうなんですね。ちょっと、あ、でもちょっと着いたんじゃないですか。おー、よかった、追いついた追いついた。はい、ここが頂上でございます。はい、頂上は多分ないはず。探せないはず。そうですね、なかった。あ、そうですね、写真はここですかね。
こことか真ん中とか。ちなみに体力は大丈夫ですか？あ、そうですね、確認しておかないで。ちょっと下下げますよ。あ、意外に大丈夫。まあ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 、うん、じゃあ上戻しますね。ありがとうございます。じゃあ写真撮りたいんですけど、顔出し NG の人大丈夫ですか？写真撮りたいですよ。海賊放送ってみんなにもらってなくなった。本当に海賊だ。怖い。そうですね、山頂までなかなかね、こう距離がありましたからね。で、今一応ここを来て、うんうん、またさらに、下って下っていく、はい、そうすると竹の子があるみたいです、うん、はい、はい、なんで、あ、まあ帰りかそのうちかやってください。はい、あ、一個右に行った方が綺麗かもだそうです。なるほど、ありがとうございます。もう確かにこの放送に顔出てるってその通りなんですよね。じゃあ、ありがとうです。じゃあ右に行って、じゃあ右に行って撮影しましょう、しましょう。よし、じゃあ右行きます。ドキシ。皆さんそれ次第。電車団は、冬は確かスキーが、あ、で、あと秋は、これ春は、まあ、タケノコとか山菜とかで、秋はキノコとか、うん、あ、そうなんですね、はい、あったような気がいたします。なんかすごい自然豊かなんですね。そうなのです。いいじゃないですか。よし、じゃあ皆さんお揃いですか？写真撮っちゃいますよ。よし、じゃあ使います。はい、チーズ。で、撮ると下の方に表示されるはず。一歩遅かったか？大丈夫かな？もう一回いきますよ。はい、チーズ。オッケー、下行きます。撮れてる、撮れてる、いい感じ。これツイートしても大丈夫ですかね、皆さん。連携しています。で、ないないですね、はい、はい、ないね、私の自己満足で終わりましたということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でございます。ちょっとこれは後で私、各方面に謝罪して回り。マジか、ありがとうございます。まあ、そういうことで、はい、別にあのタケノコがなきゃいけないっていうことでももちろんなく、さっき取ったやつ、はい、ヨモギとか、なんか、まあ、さっき言ってた天ぷらとか、うんうん、あとおまんじゅうとかいろいろ出来上がります。それは家庭科室に、はい、学園に戻って家庭科室で調理をします。なるほど、はい、で、コンビニっていう施設が町営町にはありまして、そこで買い足して、うんうん、で調理をすると、なんかね、食材セットっていう、うんうん、あのオールマイティな食材セットがあって、あ、便利ですね。とあのいろいろ持ってきてここで取ったものを加えて何かを作るという流れでございます、うんうん、はい、はい、もしあの時間があったらやってください。はい、わかりました。じゃあ、まあ、天正山の、うん、ハイキングイベントは26日まで、はい、多分23時55分が終電だと思う。ああ、それ逃しちゃったら危ないやつですよね。で、23時59分までサイドバナーがあると思いますので、うんうん、はい、はい、ぜひ遊びに行ってあげてください。はい、26までってことは今アイドル活動頑張られてる方の打ち上げとしても行きますよね。ですね、打ち上げで山登り、いい結果があれば。まあ、それと同時にさっき話してたのは、うん、新しい方が出てきたと。そう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 、うん、よっこ、うん、よっこさん、さっき教えてもらったばっかりだろ。そうですよ、ロックビュー、忘れないように、ね、ここに開いておいた、よっこ。あ、さすがです。野崎新平さんギター、うん、木本さんボーカル、はい、すっごい可愛いんですよ。見ました、これ、めっちゃ可愛い。あ、可愛い。歌を歌ってましたよね、うんうんうん、動画1、2本見させてもらいま
で、あの未公開の曲を流してくれたんです、うん、すごく良かった。すごいいいですね、うん、はいはい、そうなんです、まあまあ、こんな小さな店でも良ければぜひ来てほしいですね。うん、 こんなのが撮れますね。あ、今天ぷらの具材見てますよ私。こんなのが出来上がりますね。あ、美味しそう。ちょっとこれ皆さん家庭科室行くしかないですよ、はい、絶対行ってください。絶対行ってください。で、まあ、ちょっとさっき話が出たので言いますけど、うん、はい、今日、明日、今日明日、はい、カリッシュイベントやります、はい、そう、え、おう、うん、はい、やるんですよ。メンバーの7、うん、金髪のエロいじゃない、セクシーなお姉ちゃんがいるんですけど、ナナさんのお誕生日、うんうん、ということで、まあ、お誕生日会含めさらに新曲発表ということで、今日明日でやるわけでございます。いいじゃないですか、はい、で、あのサイドバナー出しますので、はいはい、時間になったらプッて押せばもう体育館とかピカンティとか飛ぶので、うんうん、あの分からなくなったらサイドバナー押すと、押す、はい、あの2日間やるって結構初めてで、そうですね、2日間やりさらに2日間とも場所が違うので、もうどうしたらいいのか分かんなくなっちゃったりするので、もうサイドバナーでペッて、そうですね、新曲まだできてませんけど準備中ですけど、特別だな結構な。そうですよね。でもそうなんですよ。だそれと考えると今の候補生は、うん、とてつもなく過酷、うん、そうですよね。そうなんですよ。熾烈じゃないですか。ちょっとここだとあれですか、喋れないから。あ、そうなんですよ。ちょっとおしゃべりしたい。左ですかね、うん、左行きます。そうなんですよ。そうですね。じゃあ皆さんでね、ナナ様のお誕生日祝いましょうよ。ね。ぜひぜひ。ぜひぜひ。新曲すごくいいんですよ。お、楽しみです。もうお聴きになったんですね。そうです。一応ミックスデータが届きまして、問題なければこのままデータにしましょうというところでございます。すごく良いです。うん、はい、キャラクレだんだん何やかわからなくなって。何でもですからね。すごい。もう沢口教授がとってもよくしてくださるので、もう、そんな沢口教授、もうすぐ松栄町に来て1年ですね。おめでたい。そうなんですよ。もう一人教授いらっしゃるんですけど、その方はちょっと後だったので、はい、みそられみ教授、はい、そうなんです。なんで今日よかったら、はい、カリシュさん見に来てほしいぞ。はい、はい、そんな感じですか。そんな感じですかね。なんかあとね、最近海賊放送とかやってますけど、やられてるみたいですね。どのラインだか知らないですけどなんか毎週火曜日にやってるっていう話を聞きました。火曜日毎週ね、他の撮影が入るといっぱい変動するんだけど、うん、ネカマがやってるんですよね。ネカマでも、ね、うん、あのやつがこの放送のシステムこう改良したらどうなのとかって結構本気でやってくれてるんで、じゃあ海賊放送とかやってごらんよとかっていうので始まったんで、裏を返すわね。そうだったんですね、うん、でやるんだったらお前ちゃんと毎週遊べよちゃんととかって言ってたら、うんうん、やってやんよって話になって本当にやってる。あ、本当にやってんだ、びっくりみたいな。なんか優しいネクマなんですね。そうなんです、うん、あ、はい、ちょっと1個だけ宣伝、はい、お姉さんから頼まれてたの言うの忘れてた。お願いします。あ、でももういい時間だからな。これ言わないとお姉さんに怒られる。あのね、はい、明日、いつも毎週金曜日が9時の日なんですよ。みんな大好き9時の日なんですよ。あ、聞く9時、はいはい、あの時間の9時じゃなくて聞く、うん、はあ、はい、それでね、明日あのタイアップでいつもあのお世話になっている、うん、乙女桜の伝説、あの福島の、小峰シロちゃんとかの、前回もここでやった時もちょっと出したと思うんですけど、うん、それのまたコラボが決まりまして、期間限定の、5月6日まで、くじが、そのアイテムが当たるくじね。どんなアイテムが当たるんですか。それがね、すごいんですよ今回。いつもはその小峰シロちゃんっていうキャラクターの、うん、服が、ちょうどゆずかちゃんが着てるやつとか、そうなんですよ、大橋ちゃんとかのね、でいうキャラクターの、まあ、いわゆるアバターなんですけど、うん、今回出てくるのが全て未公開のアイテムなんですよ。腕やつですね。なんで、例えばどういうことかというと、この
大花ちゃんとかシロちゃんのアイテムになる前の段階、いろいろラフを出すじゃないですか、うん、こういうアイテムがいいかな、こういう服がいいかなって、はいはい、その時の状態のものが出るので、多分キャラフレだけでしか手に入らないと思うんじゃないかっていう資料があるんです。へえ。そのアイテムが明日当たるっていうくじが期間限定フロアに出ます。そうです、そうです。で、ここからが大切、女子だけです。女子だけ、あれ女子だけ、男子ありません。ネカマは OK ですか？ネカマは OK です。ネカマは OK です。はい、ネカマは OK です。あ、血なついきそうだ。で、これもちょっと言うとですね、はい、あの売り上げの一部は、うん、福島デスティネーションキャンペーンっていうのが6月6日にあるんですけども、うん、あのなんかいろんな国、あ、国って言ったらいいか、いろんな県の ゆるキャラさんとか、かわいいキャラさんとか、萌えキャラさんとかが集まる、そういうご当地フェアみたいなのがあって、それの時にあの寄付金でこう売り上げの一部をっていうお話もありますので、ぜひぜひ買っていただけたら嬉しいなと。そうですね。はい、復旧基金として、はい、あの小峰城っていう福島の、なんか前に福島行ったとかあ、行きました、行きました。そう、それで今建て直してっていうのがあって、それの復旧基金として一部の売上の一部を使わせていただきます。おい、ので明日17時よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あー、言えた。もう大丈夫だ。そうですね、なんか男子オンリーとかも見てみたいって声ももちろんありますよ。男子でグー、あ、泣いてる泣いてる、男子でグーって。そうなんですよね。じゃあ皆さんネカマでお願いします。ネカマで、そういうあれなんですか。彼女さんにプレゼントするとか、お友達にプレゼントするとか、どうでしょうか。はい、よろしくお願いします。あ、そういうので会話するんですか。あ、そうなんですね。お願いします。はい、だそうです。よろしくお願いします。男子の皆さん、なんとなく自分的にいいところに着地点を認めたことは危険がいい。頑張って行ってください。じゃあ、お前だよ。ごめんなさい。よし、じゃあそんな感じで言いたいことは言えましたかね。言いたいことは言いました。言いました。よし、はい、私も謝罪したいことは謝罪しましたし、じゃあまあいっか。はい、じゃあ終わります。終わります。はい、キャラフレライブ生放送第45回。また次回。バイバーイ。バイ。このままこのままでなんかピッて押すとか言ってた。あ、じゃなんか元道玄坂 TV にするとか言ってたよね。